小当年間に鋳造された、明党通報はじむ便定は、五霊町大萌え中高期、第29代の皇帝。名は、はじむ息。知性の元号から、小党帝、はじむ小党とも呼ばれる。皇太子はじむ忠の長男として生まれる。母は、軽質の原子玉魂で、署名は、はじむ忠。慶京三十年に、父が先見を振るっていた。 安国を帝森に敗退しされて諸人に落とされると、はじむただしは、父や弟のはじむただし、はじむ医師と共に国中に押し込められた。慶京三十二年に、はじむただしの家臣らが、はじむただしを救出して、判定士の旗を上げようと図ったが、密告されて、はじむただしは、帝森モの手の者によって居殺された。十一年後の慶京四十三年、 帝森が死去して三府軍の乱が起こると、はじむ忠氏らは三府軍によって解放されて、新たに、停止投主となった橋南を定海ら軍心に、こうしまごとして押され、はじむ忠氏しす礼に代わって、祖父の賢蔵から、立つしごされた。京京四十七年七月十七日に、賢蔵が崩御するとなお、はじむ行と、改めて即位した。定海はその前月に、 西山玄氏に打倒されており、玄学と玄恵は玄優勢に昇竜を任せて南返した。西山軍を将来の脅威と感じた、貧亭は昇竜を守らせるために、帝氏の支持者たちを召し出した。名刀帝への次男であった、将軍公、帝隊が、長妃都市、夜中住といった急進に押されて、帝氏を称し、加林や試から昇竜に入場した。これを知った。 ビンテは昇竜の前面を守備するよう直を下したが、世中澄が少々を破り捨ててののしったため、ビンテは大いに怒った。同時期に聖徳県に陰性していた軍公、帝が礼を尽くして、教順の意を示すと、ビンテは大いに喜び、昇竜に入場した帝は、帝大の勢力を駆逐した。ビンテは、帝を平将軍国十字に任じたが、 帝主が朗談した先例に鑑みて全権は与えなかった。しかし、玉城中、法廷釈上や広志軍校、公表はじめから圧力をかけられて、帝王外王に封じ、全権を与えざるを得なかった。これを不満に思った、敏帝は、おさむの現郵政に密着を下して12月に、帝の勢力を駆逐させた。翌年に、と改し、 平将軍国十字に任じた、法中皇、現有生の権威を受けて、北側各地の寺病、道館にあった土壌をぶして、同船、消盗通報を鋳造させた。他にも、家境を回復し、重家取リの制度を創設しようと図ったが、これは実現しなかった。現有生は、北側各地に存在する帝子の残存勢力を撃破し、その権力は強大となった。 玄郵政を疎ましく思った、貧亭は8月に、内館のはじむはるじやごためよしと測って、玄郵政を毒殺しようとしたが、竹幹に固くいさめられたため未遂に終わった。9月、玄郵政の諸行を知った、不春の玄恵は、玄郵政に、不春に来るよう命じたが、玄郵政は、北側の治安が未だ良好ではないことを理由に、拒否した。 これに対して、元め組は竹文人に命じて、元遊生を討伐させた。11月に、青、血行で敗れた元遊生は、翌12月に、瓶味角ら皇室を連れて、京北鎮まで逃れたが、竹文人のお手に殺害された。昇竜に入った竹文人は、前の大使だった、高志譲子をはじむただしを韓国に擁立し、引き続き瓶味角を追った。 小流で自立を図った竹文人は、昭湯2年4月に、現恵に滅ぼされ、呉文祖が小流に置かれた。一方、5月に、両好圏まで逃れた、貧帝は、創始国の清氏に救援を求めた。9月、真の権流帝は、両好総督の孫子武氏に、後霊長の回復を名分として、安南への出兵を命じた。 11月、新軍来襲の報を聞いた、西山軍は、散り散りとなって改装し、ビンは信光にいた、はじむただしらあと、霊長の勢力を急合して決起し、新軍に協力した。10月に、呉文祖は昇竜を捨てて逃亡し、ビンは、孫氏武氏率いる新軍と共に昇竜への入場を果たした。月日、は孫、孫武氏の軍営で、 乾隆帝の少書を読み上げた孫氏岳氏から安南国王に封じられた。しかし、昇流では主食にふけった孫氏岳氏が軍政の全権を握り、貧帝は小刀の元号を使えず毎日孫氏、岳氏の軍営に顔を見せなければならないなど、飾り物の皇帝に過ぎなかった。十分に軍備を整えた西山軍を率いて、現恵が治む安から北上してくると、 正月で防備を怠っていた新軍は、西山軍に大敗を喫し、貧併も、交太号の原子玉すや元号のはじむただし戦と共に、沈南館を越えて、新の南霊に逃亡した。孫氏、武氏の後任となった両校総督の俯関岸から、しばらくの間と勧めを受けて、京林で、ソリ初安、福祉、後、霊長の復興を約束されたが、対する、 剣恵は、伏管岩に賄賂を送り、替え玉の半分児を、剣竜帝に配慮させて、安南国王に封じられており、空手家たちに過ぎなかった。伏管岩は、はじむ息はすでに復刻の年を断ち切り、中国への安住を望んでいると上奏した。剣竜55年、伏管岩からの上奏を受けた、剣竜帝は、はじむ息たちに、北京への移住を命じ、北京に到着したはじむ息は、 権隆帝に排越して三品くくみの官軍八期に加えられた。しかし、復刻の思いを断じて捨てなかったはじむ行きは朝廷に、対して西山町討伐の上昇を何度も送った。これが、はじむ行き自身というよりもその維新たちによる働きかけによることを知った権隆帝は彼らを、新京、国竜皇、吉林、熱火、奉天にそれぞれ送って離れ離れにし、 はじむ息には、判定と、抵抗の二人。権竜五十七年五月に、はじむ忠氏しが死去すると、はじむ輝き左官を養子として、なお、はじむいやすしと改めさせた。翌、権竜五十八年十月十六日に二十八歳で、死去。公爵の礼に則り、資金上等時鬼門の外公領に葬られた。助王の職位は、はじむいやすしが引き継いだ。三年。 高南国の玄福栄は、五人市政を関東に使わして、敏御門の消息を探らせていたが、すでに北京で死去していたことを知って、五人市政は引き返した。加京七年に玄福栄が西山城を滅ぼして玄町を建てると、五、霊町の維新たちは安南に戻ることを訴えたが、加京御門は聞き入れなかった。吉高三年に瓶御門や瓶台号らの遺体が、 成果に送られ、11月に祖父の建造と同じ盤石量に葬られた。添福元年2月、その前年に報じた取特定の遺志として敏行帝と追試された。ありがとうございます。